はい、ということで吉田美チャンネルです。ワイワイで今日は新型三菱ふそうのイーキャンター、このイーキャンターですけれども、今回こちらのポイントをお願いします。はい、まずエクセリアのポイントですけれども、はい、基本的にこのフロントは通常の小型、はい、EF キャンターに近いんですけれども、あ、こちらに入った方がいいですか。はい、すいません、はい、ここに青とオレンジのラインを入れているというのはこれ E キャンター独特のラインになります。で、青がエコのイメージ、うん、で、このオレンジが E キャンターの独自なイメージになってまして、はい、実は中を見ていただくといろんなところにオレンジがあります。おー、オレンジ推し。そうです、オレンジ。なるほど。はい、はい、ここもオレンジ。本当だ。ここもオレンジ。ここもオレンジ、はい。でこのステアリングのスイッチの際もオレンジだったり、ここにオレンジの縫い目があって、はい、イキャンターのエネルギーのイメージを表現しています。なるほど。青とオレンジのスケザー、ここ青ですね。はい。確かに今までオレンジポイントってなかったですよね。なかったですね。なるほど。差し色になってでもいいですね、ポイントになって。そうですね。うんうん、はい。でこちらがポイントなのと、フロントグリルのデザインが少し違っていて、はい、で今回から新しくしました。うん、旧型のイキャンターはここにガラスがあって、あ、で奥にフソーって書いてあったんですけど、なるほど、これが変わったわけですね。変わった感じですね。うんうん、で、まあ、あとはここで見える特色で言いますと、はい、ここにカメラがついてます。でこのカメラでいろんな前方衝突規制のアシストをしてみたりとかですね、はい、あと白線をずれた時に反応してくれる機能ですね。そういったところです。はい、やっぱりトラックってこう上に座面が高いっていうか位置が高いから、うん、ここの普通乗用車だったら上の天井に近い部分じゃないですか、ええ、だけどここにあるっていうのがポイントですね。あとここにレーダーがついていて、うん、この子とこの子の組み合わせで前にあるものを検知して、うんうん、いざという時にブレーキを利かせる、まあ、そんな仕組みになります。はい、あとはライト周りとかもあれですか。そうです、ちょっと変わりましたかね。そうです、うん、あのヘッドライトが、はい、デイタイムランニングライトが入ってまして、うんうん、これ2つに分かれてるんです。そうですね、はい、性能が上がりました。うんうん、なるほど。ううこれは標準装備ですね。はい、あとはあっちに、はい、このポイント動画でもご説明したくないですか。いいえ、ここにレーダーがついてまして、はい、左に何があるかというのを広範囲で検知してます、はい、でここに検知したものがどこに現れるかというと、はい、こっちに信号がついてまして、おお、これがそうだったんだ。これどういう意味だろうなと思ってたんですけど、このあれですよね、三角マーク。そうです、左に物があると黄色に光ります。そういうことでしたか。で、なるほど、左の、その上で曲がろうとすると赤くなって、うんうん、さらに曲がろうとするとブレーキをかけてくれる、うん、はい、そういう左折巻き込み防止機能、結構ありますもんね。はい、これは新しい装備ですか。はい、そう、大型ではついてるんですけど、うんうん、大型では新しい装備です。なるほど。で、はい、あとはここで見えるところで言うとやっぱりバッテリーですね。バッテリー、これは1個タイプ、そうです、1個タイプ、 S、M、L とあるんですよね、今回は。はい、これが S です、うん、S バッテリー、はい、でオレンジがハイボルテージケーブル、高圧は、はい、これオレンジしてくださいというのが決まってるんで、はい、オレンジ、これはあのうちのオレンジに合わせて、イケメンオレンジじゃないです。たまたまじゃない。たまたまです。はい、そうです。実はこちら側がポイントなんですよね。バッテリーの充電関連で言いますと、はい、2つソケットがついてます。はい、で右側が普通充電、はい、左側が急速充電です。はい、で、まあ、日本の場合ですと、うん、右側は 200V の 30A の 6kW、はい、左は、まあ、あの場所によっては90とかありますけれども、だいたい 50kW ぐらいですね、はい、でこれが一声 41kWh のバッテリーですので、はいはい、急速充電でいうと 50km でいうと 40÷50 で1時間以内で充電できます、うん、なるほど。1時間以内っていうのは割と早い方なんですか。昨今のトラックの充電でいうと、そうですね、ただトラックは基本的に、うん、性質上お休みできないので、うん、お仕事を休むわけにはいかないので、うんうん、まあ、コンビニさんですとか、うん、自前の急速充電機を持ってらっしゃる
非常に極めて限られた業者さんの場合、はい、DC チャージャーを仕事中に使ってマルチシフトを回していただくというようなことは考えられるんですけれども、なかなか急速充電って実はあの、キュービクルって言われる特殊な器具を入れなきゃいけなくてですね、設置コストが高いんで、そう簡単に入れられるものじゃない。なるほど。で、普通の、 あの夜間充電のお客様には、一般充電をおすすめしている。なるほど。はい。で、この辺の右側で言うと、まあ、今回でも、この1個、2個、3個って、1個は横置きなんですか？全部横置き。置き方は一緒です。じゃあ、ここに2個、3個とつながっていく。で、はい、S。で2個が M、はい、L が3個っていう感じになるわけですね。これは、はい、この子は一番ちっちゃいホイールベースで、はい、2500mm なので 2500mm 1個までしか入れられません、うんうん、で3400以上になると2個入れられます。で3つ入れようとすると一番大きい4750になります、はい、というところです。うん、それ単に並べるだけで伸ばすだけでできる。並べるだけです。それは意外と効率がいい。そこが一つで、ね、バッテリーをモジュール化して、はい、今日は並列することによって、まあ、程距離を伸ばすことができる。なるほど。続きまして、あと何かポイントは何かありますか？従来のイキャンターですと、はい、モーターが本当はこの辺にあって、うん、ここからプロペラシャフトでディーゼルでもついている、はい、ものがバーッと伸びてて、で、後ろにアクセルがドンと、はい、いう構造だったんですけれども、はい、それがなくなって、うん、アクセルと呼ばれる構造、はい、コンポーネント、1個がドカンと、この中に集約されてるわけですね。インバーターとアクセルがそこに集約されています。これがどういう効果をがあるんですか？構造的に、もともとプロペラシャフトがあるとそこにバッテリーがどうしても置けなかったんですけど、はい、そこにそのプロペラシャフトを取り去ってそれをコンポーネントにしてあげることで、はい、ここにバッテリーを1個の時は1個、うん、2個の時は2個、うんうん、3個の時は3個というように柔軟性を持たせてお客様の高速距離に合わせてバッテリーを置くことができるようになります。この子の効果が結構高いわけですね。そこがじゃあ大きく違うところですね。あとディーゼルモデルとの大きな違いって何かありますか？まあ、エンジンがないというのがそれ大きい、まあ、大きいですね。あの燃料タンクが、排ガス処理装置とか、そういったものが、はい、この辺にバーンと上がってるのがディーゼル車なんですけど、そういうものが一切ありません。確かにかなりスッキリしてる印象がありますよね。シンプル、まあ、この辺の配線はもちろんたくさんありますけど、本当はここにエンジンがあって、トランスミッションがあって、っていうところが、車載充電器がここについててですね、あとはそのここから200ボルトなり400ボルトなりの高電圧が入ってきますので、はい、この中でその電圧調整をしたりとか、まあ、そういったコブ品がブワーッとここに実は詰まってますので、意外に見た目ビジーなんですけど、まあ確かに配線だらけな感じですよね、はい、ただもともとエンジンがあったところにはないです、そういうものが詰まってます。この奥とかこの辺には今何があるんですか？この辺ここラジエーター、そっか、ます、 ます、ありがとうございます。なんか突然の展開になってすいません、ありがとうございます。はい、え、じゃあここせっかく空いたので、じゃあこちらを、はい、ラジエーター、はい、え、奥が合わせて、はい、でこう回ってラジエーターに来て、この辺りが先ほど申し上げたその車載充電器であったりとか、車載充電器、はい、DC-DC コンバータと呼ばれる電圧の調整器であったりとかっていうのが詰まってます。これが DC-DC、はい、で PDU、はい、パワーディストリビューションユニット、電力の配分を決めてくれる装置みたいなものが、はい、ここに集約されています。じゃあ実はここが頭脳的な、あそこから入ってきて、でここに1回電気が滞留して、でこの中で電圧を変えたりとか、どこに何を上げるっていうのを決めて後ろに出していくと、まあ、司令塔みたいなものですね、はい、で後ろにこう流れて車が、はい、はい、でここにバッテリーが、これはディーゼルと同じ、補給類を回すためのローボルテージバッテリーで12ボルトが2つついてます、はいはい、
これはまあディーゼルとは変わらないです。室内環境を良くするためのそうですねとか、はい、あの衣類をいろいろ回すとかっていいですね、うん、これイコライザー、これが何ですか、はい、イコライザー、はい、はい、このバッテリーの減りを調整してくれる機械です。なるほど、はい、これがいいやつですね、はい、で後ろに来ましたと。これが一つ、はい、大型にはついてるんですけど LED ランプのところで、これだけあると、まあ、もちろん今開いてるから分かりますけど、なんか不思議な感じですね。そうなんですよ、こんだけ明るいと見えないですよね、はあ、これついてないですよね。でもついてないです。リアビューカメラがついてるんですけど、うん、リアビューカメラこれはあれか、車種だからついてないです。客車種だからついてない。後で別の車両をご覧いただければ、はい、これは何ですか。これライセンスプレート。あ、そうだ、照明、あ、そっか、トラックって照明が、いや照明っていうか違うじゃん、はい、ボディ乗せるじゃないですか、はい、でナンバーつけるじゃないですか、はい、そこ明かりつけなきゃいけない。あ、ただそれだけのか。なるほど。でボディがついてないからそこら辺にぶら下げて。ああ、そうでしたか。別の車を見てみましょう、うん、うんうん、はい、ありがとうございます。でこれが S サイズのイキャンター S、 はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一番違うのは、うん、急速充電で通信方式が違うんですよ、うん、で茶出物の場合は CAN で通信しますけど、PLC っていうのはパワーレインコントロールで、バネは重さによって、まあ、板の数がちょっと違ったり微妙には違いますけど、それはディーゼルの国も、うん、みたいなのも全部車によって変わりますから、ね、これ車軸です。車軸、はい。ちょっと傾いてる。はい。あ、ちょっとだけ傾いてます。はい。でこれデフです。はい。デフ。車軸がこう揺れるんですか。はい。普通はこうシフトアクセル。うんうん。はい。よく SUV とかに使う。SUV もそうですね。その、うん、あの FR の車だと、大体真ん中お金がついてる。うんうんうん。はい。これはこいつがアクセルなんですよ。うん。ここからぐーっとこう、はい、行ってて、これがバネについてます。そっち見れば分かるよ。バネ。あ、これかな。ここ？そこに板バネがあるでしょ。その長いの、これバネ、あ、これ自体がね、はい、ボヨヨンじゃないです。あ、ボヨヨン、ボヨヨン探しました。でこのバネの下にこれがついてるんですよ。はい、でこれが左右つながってるんですね。うんうん、はい、ってことはそういうリジットアクセルがこういう風になるんです。はい、でこの人は車身についてるんです。うん、ってことはタイヤが動いてもこれ動かないんですよ。あ、なるほど、別にしてあるってことですね、系統が。車についてる、うん、でこっちは車輪についてる、うんうんうん、車輪は路面によってデコボコに動く、はい、でこっちはその矛盾はだからこのジョイントで持って吸収してる。あ、なるほど。こことここの車輪の根元に2つジョイントがあって、はい、はいはい、なるほど。ドディオンアクセルって言うんですけど、ドディオンアクセル、へー、知らなかったです。え、これはあの他のトラックでも使われているものですか。これはほとんどないです。不走さんならでは。はい、この方式であるのに、はい、これもっと発展させていくと、うん、独立圏外になるんですけど。その手前みたいな感じですか。へえ、それのメリットは何ですか。一番のメリットはもう真似下が軽くなる。なるほど。このギアを持って歩くの、うん、要するに車輪って揺れるじゃないですか。はい、で揺れるものっていうのを持っているのは軽い方が絶対いいんですよ。このデフのオカマって重いじゃないですか、うん、でそれが車についてるってことは動くものが軽くできる。なるほど。やっぱりトラックでも車両大事ですよね、オカが重いから。あ、じゃあ逆にこれのおかげで軽量化ができてる。多少結果的にあんまり軽量になってない。もうちょっと頭良くなればもうちょっと。あ、じゃあもうちょっとこれは伸びしろがあるってことですね。ありがとうございます。冷蔵で冷凍、なるほど。先ほどのあのパワー PTO で、はい、
コンプレッサーを回して冷やしておく、うん、あ、なるほど。じゃあこれが冷蔵と冷凍の車ですね。はい、その PTO で、はい、後ろのダンプをガスポンプで跳ね上げてる。ちょっとじゃあ一回下ろしてみます。お、ありがとうございます。あ、ちゃんと安全棒は黄色い。あ、本当だ。最後にプシュっていた。はい、はい、最後にこれを刺して終了。なるほど。で、後ろから見るとこんな感じ。これって角度とか決まってるんですか？上げる調整はできます、中で。あ、なるほど。うん、ここまで上げなくても下ろせれば、そうです、途中で、はい、じゃあ途中で止められるんですか？途中で。おお、そうですよね、毎回。いやいや、毎回ここまで上がらなくてもですもんね、はい、なるほど。やっぱそういうところは下げ下げの速度も決められる。あ、へえ。え、どこでやるんですか？ここに。あ、今でも棒が、この、あ、でも下げれないですけど、はい、これがいわゆる EPTO に電気を供給しますよという電源スイッチ、うんうんうん、はい、でこれを入れると EPTO が作動しましたってここに出てですね、うん、はい、で、ここでダンプ速度って書いてあるんですけど、これ上げ下げの速度、うんうん、でここが、あ、このレバーを上にプッてやると上がって、下にプッてやると下がります。なるほど、はい、他のタイプもこう、これがついてるのはこういう感じですか？あの他の従来のものも、ね、これは一緒、これは一緒です。で、うん、さっき見ていただいた冷蔵車は全く違った、はい、なんていうんですか、うんうん、ここに、冷蔵車の中をいじるようなものがついてます。あ、で仮想によってどういう、うんうん、突起物とかスイッチがついてるかっていうのは違うわけですね、はい、なるほど。パッと開けてタコと叩くと電源が全部落ちる。あー、一斉に、なるほど。自分でもなんか緊急の時はこれをやるんですか？おすすめしない。おすすめしない。できなくなります。あ、もうお亡くなりになる状態。所定のレスキューというか、はあ、メンテナンスコンピューターリセットしないと。で、水没もしした時にもこれですか？水没はね、フル水没したらもう電池は甘くなり、潜水艦になっちゃえば電池はそこで死ぬから、うん、じゃあこれを押すまでもなくお亡くなりになってる。なるほど。こちらが冷凍冷蔵庫のキャンターです。なので冷却用のコンプレッサーかついてます。ギャップコンプレッサーと冷凍コンプレッサー、ここだけだったコンプレッサー、もちろんこの中でこっちで電気を起こして電気冷蔵庫っていう手もあったから効率がいいじゃない。うん、それはね、こっちのモーターで先にね、ビールで動かないっていうモーターで、そういうふうにモーターのレーションを手伝ったとして、したがって、こっちやないのコンプレッサー、うん、え、これ あの冷蔵庫用のやつはどれですか？この下。あ、この下 EPTO モーター、こっち、うん、あ、見えないんだ。見えない。銀色に光るのが見えてしょ。はいはい、あれだ、あれあれ、はいはい、あれ、あの奥にベルトがあって、うん、こっち側にコンプレッサーが見える、見えないね。見えません。あるそうです。よしせみチャンネルでした。チャンネル登録と高評価お願いします。また見てね。バイバイ。